皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、月曜日ということで、長岡造形大学で教えています、えー、情報リテラシー論の第14回目、セキュリティとクラウド化というテーマですね、えー、お話をしていきたいと思うんですが、 はいいよいよねあの残り2回となりましてインターネットとは何ぞやっていう話からですね、入らないといけなくなるのがセキュリティの話になっているんですけどそのねインターネットの闇ってのがあるよっていうことについてですねまずは冒頭にですね、えー、動画を見ていただきましたインターネットっていう世界があるんだけどこれはですねなんと世界で7人の人が牛耳っているんだよと、えー、そもそもインターネットとか そして、えー、このセキュリティの「東亜」っていう技術なんかは軍事技術であってこれらを民間転用したものなんで逆に言えば民間がそれを管理してるっていうことはよくも悪くもですね危ない面があるんだよっていうことについてですね、えー、まずは冒頭に見ていただきましたが、えー、今日はいつものように、えー、90分の授業を15分で振り返っていきたいと思うんですが はいえー、これをですね、えー、YouTube のメンバーシップの方に、この先の動画を公開していきたいと思いますので、セキュリティとクラウド化に興味ある方は、えー、90分の授業が15分で学べて190円という YouTube メンバーシップのデイリー会員の方に申し込んでいただけばですね、えー、見ることができます。では早速なんですが、えー、今日のですね、えー、動画をですね、やっていきたいと思います。えー、まずこちらからご覧ください。どうぞ。 はい、では早速なんですが、えー、紹介していきたいと思います、はい。こちらから見ていきましょうか。